今日は2022年8月16日です。午後4時20分です。今から仕事に行きます。午後の部、夜の部、火曜日なんでまだ体力は大丈夫です。これね、金曜日ぐらいになると結構体力がきつくなってくるけど、火曜日、水曜日はまだ大丈夫ですね。今日はお昼にうなぎのひつまぶしをいただいたのでめっちゃ元気です。やっぱ食べると元気出ますね。夏バテ防止にうなぎは最高です。最適だと思います。よし、それでは行きます。ここは今ね、ジョンサンペール2段、ジョンソン中山北郎2段ってところですね。ジョンソンベル2段とチャンチュンルーかな、ここ。おー、思ったより今日は涼しいな。風があって涼しいです。ここのね、バス停からタウエン空港、タウエンじいちゃん1961で行けるみたいで、今度行ってみようかな。今度っていうか、空港使う時がね、ないからね、今の生活で。前だったらね、週末とかでベトナム旅行とか香港とかの旅行行けたのに、今は台湾からね、なかなか出れないので。あー、ソーリー、ばあちゃん、危ない。台湾から出たいですね。もう2年半台湾から出ていないので、かなりこう違う国に行ってみたいなってのはすごく感じますね。日本に帰国したいというよりかは違う国行ってみたいってのが強いかな。で、違う国にで家族と落ち合えばいいかなみたいなのはある。なので、そんな感じ。6 5 4 3 2 1、ソーリー。ここが、南京東路ですね。南京東路1段かな、多分。で、ここから天津街、天津街、なんて読まれ、天津街、こうやって職場に行ってます。それでは、バイバイ。